こんなコメントがあった。ランドリーシミュレーターをやってみてほしいです。はは、面白いかな。は、グッド評価、お、これはやるしかない。カジマチナだが、はい、それではこちらのね、ランドリーシミュレーターやっていきます。こちらのゲームはですね、なんて言えばいいかな、まあ、コインランドリーって言えばいいかな。よし、銀のシート拾った。あ、ごめんね。これね、自分でね、ここにある洋服を集めて、で、洗いに行きます。で、コジマッチの区画がここです。はい。うん、お、隣の人すげえな。で、このね、ボロボロの洗濯機、こちらを入れて、洗います。はい。あ、フレンドさんかなって思ってもーん。シャツウェイナー。シャツウェイチョー。よかったね、映った時君たち。で、これね、洗濯できたら、ここに持って行って、はい、お金ゲットと。こんな感じになりますね。んで、さらに、洗濯機とかね、増やしたいっていう場合は、向こうに買い物行く必要があります。で、小島ちちょびっとね、先にやってたので、もう20人もあるんだけど、これで洗濯機買えます。あと、ペットも買えるっぽいんですよね。ペットお手伝いしてくれるっぽい。で、洗濯機が、これが5枚。で、これが10枚。どう違うんだろうね。あ、コインが増える量が違うんかな。はいはい、50が一番高い。25は買えない。10を2つ買うか、バスケットをちょっといいやつにするか。あ、これを買いましょう。これと、洗濯機のこっちを買いましょう。OK。これで残り2枚になったけど、ちょっと効率よくなるんじゃない？ペットはいくらか見とこうか。ペットいくら？ペットが、ガチャガチャなんだ。あ、ガチャなんだね。あ、かわいい、ひよっこ。え、これどうやってゲットできるの？課金かな？ペット。ペット課金か？それとも何かたまにゲットできたりするんかな？この赤いやつ。ちょっとわからんけど。じゃあやっていきますか。で、小島っちちょっと強くなったしね。まずは、洗濯機置きましょう。よし。編集ね。おい、行こう。置きました。オッケー。いいな、ペット。ここにこちまちペットを置けるってこと？へー。ペット持ってる人多いな。いいな、ペット。あ、かわいい。うしゃぎ？いいな。じゃあ、早速、集めていくか。お、光ってるやつ発見。光ってるやつはね、高いんよ。パンチ。ゴールドアンダーパンチだって、やった。光ってるやつで、磁石はね、これ取ると、こうやってから。自動で集められるっていうね、そんな感じでございます。じゃあ早速洗濯機に入れていきましょう。よいしょと、ほいで洗ってと。あれ、これ時間かかるね。右側ちょっと長くない？その分お金がいっぱいもらえるんだっけ。はい、バスケットが10枚入れれるから、5枚5枚で10枚でちょうどいいっていう感じになります。隣のめっちゃ可愛いじゃん。いいな。はい、オッケー。これで、ほい。おー、33万。あれ、早くない？ん？車輪を回して、車輪が出現したスピン。何それ？車輪を回して外に出る。あー、なんかあった。こっちまっちを回す。回させろ。ほい。何になるかな？で、これでペットゲットできたりする？ダブルコインを獲得？ダブルコインを獲得？え、もう一回回せたりする？あ、回せない。ってことは、今2倍になってるってこと？え、じゃあどんどんやった方がいい。よし、洗濯物少な。よし、どんどん集めてと。よし。これ洗濯時間も合わさってるよね、多分。うわ、これ大変だな。隣の人のとかパクれん？パクれんか。よし、集めた。そしてこのまま行くと、お金が2倍ゲットできるってことか。多分、そういうこと？ほら。あー、なるほどね。ただもう時間がね、足りないんだ。あの先のホイールはたまに出てくるってことか。あー、なるほど。洗濯機がちょっといいやつ買えるんじゃない？これが、あ、20秒で容量6。微妙なサイズですよね。50これ買えますね。25秒6。あー、90になるんだ。これ安いのを並べた方がいいんか。25、2つ買えるんだよね。
これ25二つ買ってみましょう。ふいふい、オッケー。バスケットは買わない。小島ちが何回も動けばいい感じなので、それでいきます。これで編集で1個、2個、オッケー。よし。これで集めていきます。おら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 。ほんで、ここに入れます。あ、6枚入るんか。ちょっと中途半端になっちゃうな。お客さん来た。あー、いっぱいになっちゃった。ピカピカ光ってるやつあったのに。ほい。ほい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 。はい。あと2枚。まあいいや。まず数え。で、ここに2枚入れて、その間にほら、ちょうどいい。よしよし。これを持っていきます。あ、6枚でちょっと微妙だなぁ。6枚ちょっと半端ですね、数が。で、キラキラパンツもあるし、もうすぐもう100枚いくじゃん。あれ、一番高いのいくらだったっけ？ちょっといいやつ買えるわ。で、これバスケットちょっと増やしてもいいね。バスケット増やそうかな。洗濯機も買いたいね。で、洗濯機ちょっといいやつでもいいかもしれないな。142、ほら。めっちゃ金貯めた。お金結構貯まるやん。150になったので、ちょっとこの状態で行ってみるか。まずバスケットでかくしたいなぁ。15。え、150円すんの？あ、ちょっと高いわ。じゃあ洗濯機よ。え、高い。容量6、時間25秒。サイズ小なんだよなぁ。台はないの？あ、全部サイズ小じゃん。あ、中になるとめっちゃ高っ。2000円？どういうことよ。今買える一番高いのはこれですよね。これ2つは買えないね。あ、これ1個買うか。はい。高いやつ買った。もう置く場所がね、減ってきたからね、高いのでいいと思うんだよな。じゃあ、早速、これ、今入ってんの全部運んで、どんどんお金貯めて、って感じですね。カゴが150円するのちょっとびっくりしたな。150円するんだね、カゴ。お、できたできた。で、これで持っていくと、あれ多分高いやつだと思う。洗濯機でやるとほら、ちょっと高いんだよ。いい洗濯機だと。だから、いい洗濯機の方がいいのかな。たまにあるよ、このゴールデンとか、色ついてるどういうことよ。なんで光ってんだろうね、お客さんの。じゃあ、どうしようかな。洗濯機とバスケット買いますか。先バスケット見よっかな。バスケットちょっともう一段階上がいいな。ってなってくると、洗濯機にお金かけよう。わ、408、じゃあこの1個上か。これ買おうか。多分、あと2個は置けると思う。ん？エアドロップが外に出現してます。なんじゃそりゃ。エアドロップ？ん？なんか飛行機の音がする。おお、飛行機じゃん。わーい。あ、なんか降ってきてるよ。え？宝箱？え？小島こっち。宝箱こっち。取っちゃダメよ。動画撮影してくからな。おいでおいでー。ほい、ほい。撮れねー。どうやって撮るん？来た来た来た。あー、こういうのなんだ。あー、あ、チャレンジ成功したからさ。あの赤いやつゲットしたわ。これでペット買うようになるかもしれん。まだ足りないけど。エアドロップはこういう感じなんだね。ほほーん。よしよし、どんどん撮っちゃう。こっち待って、撮る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 。洗濯機容量が足りません。ああ、しまった。終わった。全員取ったんだな。しまったな。ここが開いてんのかな。空にしとけばよかったよね。で、ミッション達成するとここがゲットできると。ミッションどこで確認できるんだろう。お？サファイアのシャツが出現？サファイアのシャツ。あ、これだ。やった。あ、これでジェムゲットできる？50かな？ 150 とかじゃなかったっけ、ペット。違ったっけ。お、お金がいつの間にか1000いったわ。これはちょっと取りに行ってもいいかもしれんね。あ、ちょっと待って、光ってるやつがある。光ってるやつ取りたいね。取れるかな？うわ、詰まってんな。取れんかった。どんまーい。ちょっとお金貯まったから見てくるわ。ん？ここチャレンジ見れるね。おー！
パンチを250個集めるとペットボックス開ける。これはまだ厳しいかな。60溜まってるけど1回いくらだ。あ、50じゃん。あ、いけるいける。うさぎかい、うさぎ好き、うさぎうさぎ、あ、レアじゃん。コックシュ、イエーイ。え、コックシュどこ、コックシュ、あれあれか、洗濯やってんのか。はあ、じゃあ先ゲットしたから、バスケットのちょっといいやつ、これ500円のやつ買い、お、危ね、買いましょう。はい、で洗濯機で残り280、あ、280じゃない、653あるので、これ920か、これが480、これちょっと狙おうか。920だったら多分すぐ行くわ。あ、来てる来てる。これコジマッチの、おいで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 。え、その洗濯機、洗濯どうすんの、一緒にあれどうすんだろうそれ。あ、洗濯物入れてんだ。あー、なるほどね。で今洗濯機いっぱいだったから入れれなかったんだ。あー、そういうことか。え、でも3個しか持ってこれてないじゃんなんか特区みたいなのがあるんよ。多分そこでレベル上げるといっぱい運べるってことかな。でもまあいったお、キツネちゃん入れる場所がなくなってらっしゃる。あ、あれ、でも結構入れたね。え、あれ、 10入るもしかしてあれ、いや結構入れてたな。もうほらほら、あ、6箱、あ、でもエネルギー切れだ。こうなってくると寝るんじゃないの、ほら、お休みだレベル上がったりするのかな。今レベル1でしょ。やっぱりあの特訓する場所があったかな、そこでレベル上がるんかな。あ、結構時間かかるね、回復まで。バスケット20はなんか余裕だな。ここここトレーニングサークルって書いてあるから、ここでなんかできるんかって思ったけど何も起こらねえな何も起こらんかった。あら気のせいだったか。で、こっちまち1000円持ってるから、1000円のやつは、わ、急に値段上がるな。これか。はい。ちなみにバスケットの次のレベルが2500円。うわ、高っ。バスケット高すぎじゃない洗濯機より高いじゃん。あ、来た来た、ホックス。この、折れ状態だとどうなる？変わった？なんもならんね。これなんね？トレーニングサークルは。何もならんのかい。じゃあこれね、設置してと。お、あと1個置けるね。うちでとりあえず小島マッチはここに持っていく係になりそうだな、うん、こうやってか帰り際にドバーで取って、入れていく、入れていく。で足りてない時はキツネちゃんが追加で入れれば OK。 あ、バスケット20でいけるわ足りてんね。結構お金貯まったので1700円、行きましょう。お、あ、そっか、ペットガチャしたらこれゲットできるんか。おお。で1日1回ずつミッション変わっていくんだね。ん、おお、いてて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 、タイミングタイミング、おい、何が出るかな。あ、さっき洗濯機買ってからの方が良かったかな。お、ルビーのミトン拾った。あ、あった、当たりやん。ルビーゲットした。お金とか時間かけどうにかなるけど、ルビーはどうしようもないけんね。あ、まだ、キツネちゃん寝てんの？ちょかちょか。これもう一回ペットを やるとどうなるんだろう？できるよね。え？なにこれ？金魚とかあるの？へぇー。あ、バスケットサイズとかあるんだ。スピード18、バスケットサイズ10。あ、強くない？強いじゃん。あー、シマウマとかの方が早いっちゃ早いんだ。じゃやっていきます。誰が来るかな。一応レアだったよね。あ、レアだ。あ、レッドパンダ、ホックスやね。レッドパンダはあ、レッドパンダどこ行ったよ。でここで一番高い、うわ、2900円か。ここからここって1000円飛ぶんか。高いね。よし、これで揃いました
はい。というわけで今回ここまでにしましょう。ありがとうございます。じゃあ終わるよって書いておこう。終わる並べ、よし。あんま近いとこれ掴むって出てくるんやね捕まったものが不適切でした。一つ掴めましょう。はい、それじゃあまた次回別の動画でお会いしましょう。ならねー。あれこれならねーじゃねーしならねー。